熊野市有馬町に住む高見守さん60歳。幼い頃からこの海岸で花火大会を見続けてきました。ブルーシート1枚引いて、本当に寝転がってこう花火をゆっくり見れるスペースなんで。グラフィックデザイナーの仕事を始めてからは、熊野市の広報用に花火の撮影を行うなどして花火大会と関わってきました。4年ぶりに通常開催される今年の花火大会、高見さんも心待ちにしていましたが、一つ残念なことが。毎年花火を楽しみにしていた父勝さんが去年7月悪性リンパ腫で亡くなったのです。17日の日には父が駐車場にバーベキューのセットみたいなのを作って、それから花火を見にここから歩いて出かけるのが、もう毎年のことでした。勝さんにとって初盆を迎えた今年の夏、地元の人たちにとって親族の初盆に行われる花火大会には特別な意味があります。16日の最後に行こう送るときにはこの飾りを持ってですね、七里御浜海岸に並べて、この飾られたこの灯籠の上をナイアガラのような花火が落ちる。高見さんが住む有馬地区では花火大会前日の16日に焼霊供養として墓の形を模した紙製の灯籠を焼くとともに、冥福を祈って花火を打ち上げるのです。しかし、午前8時過ぎです。熊野市内依然として強い風が吹いていて、あちらの建物の外壁が今にも飛びそうな状況になっています。三重県南部に接近した台風7号の影響で、花火大会は開催日が当初の17日から22日へと延期され、16日に行われる予定だった灯籠焼きも実施できるかどうか台風の状況次第となっていました。そして昨日夕方、灯籠焼きが行われる七里御浜海岸には高見さんと親族の姿が。昨日当初の予定通り行われた有馬地区の初盆供養には高見さんをはじめ36組の家族が参加しました。午後7時半過ぎ、冥福を祈る花火も無事上がり、いよいよ墓の形を模した灯籠にも火がつけられます。暗闇に火の粉が降り注ぐ中、灯籠はほとんど焼き尽くされました。花火師さんが来て今日の花火ができるってお話しくださった時には、集まった皆さんから拍手が出ました。それくらい皆さん今日遅れて皆さん本当にほっとしたと思ってます。私たちの誇りでもある熊野の花火だなっていうふうに思っています。この灯籠焼きが起源となった熊野大花火大会は、多くの人が待ち望む中、今月22日に開催されます。花火大会当日は有馬地区以外の初盆を迎えた家庭のための合同供養も行われる予定です。